天体カメラのブラケットをカーボンナイロンの材料を使い、3D プリンターで作りました。カーボンナイロンは耐久性があり、強度が高いため、部品の製造に適しています。カーボンナイロンは軽量でありながら強度があり、航空宇宙産業においても使用されています。強度と耐久性に耐えられる部品が作成可能で、ナイロンカーボンの造形に適した 3D プリンターです。カーボンナイロンのプリントを高精度で造形が可能な 3D プリンター、キリテック XCF Pro です。XCF Pro で最適な造形が可能な材料、ナイロンカーボン樹脂 PA12CF です。耐衝撃性、耐熱性に優れた材料で、過酷な環境で使用する部品に適しています。フィラメントはザラザラしていて、とても硬いです。標準で装備されているエクストルーダーヘッドは、高い造形温度が要求される材料に対応していて、最高350度までの温度設定が可能です。通常ノズルのエクストルーダーヘッドに交換することで、PLA、ABS などの造形が可能です。エクストルーダーヘッドは側面のコネクターにフラットケーブルで接続しています。エクストルーダーヘッドはリニアレールで駆動します。高精度な造形が期待できます。動作によるたわみが最小限に抑えられる構造です。頑丈な筐体フレームで造形の品質が安定します。オートレベリングモードでビルドプレートの平面測定をします。造形時に Z 軸の高さを補正値の情報を読み取って補正します。造形の品質を安定させるために、フィラメントドライヤーで予備乾燥します。付属のドライヤーボックスに乾燥剤をセットします。電気を使用しないので扱いが簡単です。この大きさの透明ケースで自作してもいいかもしれませんね。フィラメントセンサーが材料切れの際に役立ちます。ノズルヒーターの280度までの消音時間はとても早い印象です。ノズルの材質は硬化工具鋼で、カーボンなどの硬い材料に対し耐摩耗性があります。
20ミリ角の立方体をテストプリントします。反りや浮き上がりを抑えられる扱いやすい材料ですが、キロあたりのコストが高いので用途を選ぶ必要があります。外径は 20.1 ミリでした。積層ピッチは 0.2 ミリで造形しました。PA12CF でヘアドライヤーのノズルを造形して、熱による変形がどうなるか試してみます。通常ノズルのエクストルーダーヘッドに交換します。このエクストルーダーヘッドにはレベリングセンサーがついていないので、高温ノズルのヘッドから外して付け直します。頻繁に交換を行う場合は追加でレベリングセンサーを購入した方が良さそうです。PA12CF と PLA 樹脂のヘアドライヤーのノズルができました。PA12CF は表面がとてもざらついています。ヘアドライヤーに取り付けて耐熱テストをします。ヘアドライヤーの温風は100度以上になりますが、ほとんど変形はありませんでした。PLA 樹脂はドライヤーの熱で変形しました。耐熱性はあまり良くありません。カーボンナイロンは高い温度環境に耐えられる性能を持っています。天体カメラにカメラ用レンズを取り付けるため、固定用のブラケットを作ります。肉厚5ミリのブラケットを 3D 作成しました。3つの部品を作り、ネジで組み立てる構造にしました。積層方向に強度が必要な部分は分割しています。そのため、ネジの取り付け部が大きくなりました。スライサーアプリで加工データを作成します。ノズル温度280度、ビルドプレート温度80度、積層ピッチは 0.2 ミリ、造形密度は 50% です。スライサーの設定が悪かったのか、細かく材料がはみ出してしまいました。サポート部は剥がしやすい印象です。仕上げも割と簡単でした。
部品の換合も問題なくできました。ナットはインサートして固定しています。とても軽くて強度もありそうです。カーボンの可能性に期待が持てます。フェルトはダイソーの傷防止シールを使います。ブラケットの重量はネジと合わせて 80g でした。フェルトが厚すぎたかもしれません。ネジが締めづらいです。天体カメラは SV ボニー SV405cc です。普段は天体望遠鏡に取り付けて使用しています。強度は十分ありそうです。昇降系の共闘バンドも作れそうです。AZGTI 自動導入の経緯台で使用するのでダブテイルプレートを取り付けます。天体カメラにカメラアダプターを取り付けます。焦点距離 55mm の古いレンズです。このレンズを取り付けて星空の撮影で活用したいと思います。レトロなレンズのデザインもあってかなり無骨な雰囲気になりました。AZGTI マウントに取り付けます。天体の自動導入と追尾が可能です。ラップトップコンピューターにつないで動かしています。このセッティングで星空を撮影します。AZGTI マウントは 6kg までの機材を載せることができます。月が昇る前に晴れ間が出てきたのでテストで1枚だけ撮影を行いました。北アメリカ星雲付近を撮影しました。無数の星の光を捉えることができました。ナイロンカーボンは 3D プリントの幅広い用途が期待できるので、今後いろいろと活用していこうと思います。